では定刻となりましたので、ただいまより電力ガス取引監視等委員会第43回の制度設計専門会合を開催いたします。委員及びオブザーバーの皆様方、本日もご多忙のところご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は2部構成といたしまして、第1部はガスに関する議題、第2部は電気に関する議題となっております。途中、オブザーバーの方々には、交代をお願いすることとなってございます。よろしくお願いをいたします。なお本日の議事は、インターネットで同時集計も行ってございます。それでは議事に入ります。以降の議事進行は稲口座長、よろしくお願いいたします。はい、それではご説明をさせていただきます。資料3をご覧いただけますでしょうか。こちらの資料2ページでございますが、改正ガス事業法において2022年度から導管規模が一定以上であること、その他制定で定める要件に該当するガス導管事業者の法的分離を行うとともに、合わせて法的分離されたガス導管事業者との間での特定関係事業者、グループ内の小売製造事業所との間での人事業務委託等に関する広域性を導入することが規定されているところでございます。1ページ、ページをめくっていただけますでしょうか。4ページでございますが、本日ご議論いただきたい論点としていたしましては、1つ目、兼職に関する規律ということになっております。5ページ目ご覧いただけますでしょうか。改正ガス事業法におきましては、改正電気事業法と同様、特別一般ガス導管事業者とグループ内の小売製造事業者等との間での取締役及び従業者の兼職規制が規定をされております。その対象となる従業者の範囲や禁止の例外について省令で規定するとされているところ、電気事業法の省令と同様の内容とすることが適当ではないかといったところでございます。事項6ページご覧いただきます。広域性における検証規制の趣旨でございまして、改正ガス事業法54条におきましては、情報の目的外利用の禁止、差別的取り扱いの禁止等の競争関係を阻害する行為の禁止が規定をされてございます。これらの広域性に加えて兼業規制を導入する趣旨といたしましては、中立性阻害行為の発生をより的確に防止するため、そのような行為を誘発する検証形態を禁止することとなっております。1ページご覧いただけますでしょうか。7ページご覧いただきますと、中立性阻害行為を誘発する兼職としましては、以下の2類型、下をご覧いただきますと、類型1、同管で非公開情報を知り得るポストにいる社がですね、グループ内の小売製造の重要な決定に参画できるポストというのを兼職していますと、非公開情報を踏まえて他社よりも有利になるよう、グループ内の小売製造の業務運営に関する意思決定を行う恐れがあるというのが類型1でございます。類型2としましては、小売製造の業務運営における重要な決定に参画できるポストにいる社が、小売製造事業に影響を及ぼし得る同管業務に従事するポストを兼職していた場合に、他社よりも有利になるよう同管業務を実施をするといった恐れがあるというのが類型2でございます。8ページご覧いただけますでしょうか。以上の類型を踏まえまして、以下の A と C を兼職した場合、以下の B を兼職した場合というのが、中立性阻害行為を誘発するとして禁止すべき兼職ではないかといったところでございます。9ページご覧いただけますでしょうか。こちら省令に定める兼職規制にかかる内容ということでございまして、類型1、2のいずれにも該当しない兼職については中立性阻害行為を誘発するとは言えないため、取締役等の兼職禁止の例外は下記1の場合と考えられるかどうかということで、こちら電気の場合の広域性と同様の内容となっております。1といたしましては、非公開情報を知り得ないということが確保されている場合、2としましては、小売製造の重要な意思決定に関与できないことが確保されている場合としております。また、兼職禁止の対象となる従業者の範囲につきましては、類型1のいずれにも該当するものと考えるかどうかということでございまして、こちらも電気の広域性と同様の内容となっております。
なお、確保されている場合ということにつきましては、9ページの下の黄色と青の枠囲いにあるような措置が講じられている場合というのを想定をしております。10ページご覧いただけますでしょうか。事業者の説明責任についてでございますが、公益性違反となる兼職を未然に防止するため、同管事業者はですね、グループ内の小売製造事業者と兼職する者がいる場合には、その兼職の内容、中立性阻害行為が発生しないと考える根拠等について、監視等委員会に説明するとともに、対外的にも公表することが適当ではないかということでございまして、こちらにつきましても、電気にかかる公益性と同様の内容ということになっております。以下、11ページ、12ページ、13ページ、14ページ、20ページまでは参考資料となっておりますので、説明の方は割愛をさせていただきます。次に22ページをご覧いただけますでしょうか。本日2番目の論点としまして、人事交流規範の策定でございます。23ページご覧いただけますでしょうか。23ページでございますが、改正ガス事業法におきましては、2022年の法的分離後における同管事業者とグループ内の小売製造事業者等との間の人事交流、出向転籍等を規制する規定を設けてございません。これは人事異動を抽象的かつ広範に規制することは、労働者の基本的な権利に対する制約でもあり、今回の法改正に盛り込むことは適当ではないと判断されたものでございます。国会審議においては、事業者自身が中立性確保に疑念を持たれないよう、自主的な中立性確保される方策について、検討することとされております。24ページご覧いただけますでしょうか。現行の人事交流に関する規律についてでございますが、適正なガス取引に関してについての指針、適取ガイドラインにおきまして、託送供給部門と他部門との人事交流に係る行動規範を作成し、それを遵守させることが望ましい行為として規定をされてございます。25ページをご覧いただけますでしょうか。こちら、2022年の法的分離以降における同管事業者とグループ内の小売製造事業者等との人事交流につきましては、同管事業者の中立性より一層確保するという法の趣旨を踏まえ、同管事業者およびグループ内の小売製造事業者等が自主的にその方針を検討し、適切に取り組むことが重要ではないか。こうしたことから、適取ガイドラインを改定し、以下の事項を望ましい行為としては規定してはどうかといったことでございまして、電気にかかる公益性でも同様の内容となっております。具体的には、特別一般同管ガス事業者がその特定関係事業者、グループ内の小売製造事業者等との間で人事交流について、情報の目的外利用の禁止及び差別的取扱い禁止の確実な確保の観点から行動規範を作成し、それを遵守すること、また小売製造事業者においても同様の行動規範を作成するといったこととしております。26ページご覧いただけますでしょうか。行動規範において定めることが望ましい内容としまして、同管事業者及びグループ内の小売製造事業者は法的分離までにですね、例えば以下の措置を含む行動規範を策定することが望ましいと考えるかどうかということで、26ページの下の ① ② ③ にあるようなことを行動規範として策定することが望ましいと考えられます。1といたしましては、従業者の人事交流に関する措置といたしまして、情報の目的化利用を確実に防ぐため、同管事業者において小売製造に参考になりうる非公開情報を知り得るポストに従事している者が、グループ内の小売製造における非公開情報を活用するポストに直接移動する人事交流を行うこと、2として、取締役等の人事交流に関する措置といたしまして、情報の目的化利用に加え、差別的取扱いをより確実に防ぐため、一般同管ガス事業者において、会社の業務執行を決定し、中立性確保に責任ある立場を有する立場にある取締役及び執行者が、上記1に加えて、グループ内の小売製造事業者の取締役等に移動、過去一定期間を経過せずに当該ポストに就任することを含むする人事交流は行わないことといった、こうした内容を行動規範に策定することが望ましいということでございまして、こちらにつきましては電気にかかる公益性でも同様の内容となってございます。
以下27ページから32ページにつきましては参考資料ですので説明の方は割愛をさせていただきます。私からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それではですね、本件については笹山オブザーバーからのご説明の求めをいただいておりますので、最初にそれを伺ってから皆様のご意見を賜りたいと思います。それでは小沢お願いします。はい、ありがとうございます。東京ガスは今回事務局に例示いただきました案に基づきまして、人事交流に関わる行動規範を作成いたします。具体的には異動規制の対象となる取締役につきましては、一定期間の就任制限期間を設けるとともに、従業者の人事交流についても今後定められるガイドラインにのっとりしっかり対応すべく検討を進めてまいります。これらの方針は法的分離対象の各事業者も同様というふうに聞いておりまして、法的分離後も公益性の趣旨を踏まえ、同管事業のより一層の中立性確保に努めてまいります。以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは委員およびオブザーバーの皆様からのご発言を求めます。ご質問ご意見、どうぞお願いいたします。それでは草薙委員お願いいたします。ありがとうございます。資料3のまず本日の論点1の方にございます検証規制につきまして、定めるべき事項その内容につきましては事務局案に依存ございませんし、このような対応につきましても指示したいと思います。これは基本的に電力の場合のミラーになってございますので問題ないのではないかと思います。で、論点丸2の方でございますけれども、先ほども東京ガスの笹山オブザーバー様から、明確なお話がございましたので安心しておりますけれども、念のためにということで申し述べます。で、適正取引ガイドラインの改正につきましては法的分離を念頭において、特別一般ガス同管事業者およびそのグループの小売事業者の方で適切に社内規定等で定めていただくべきさまざまな措置について前回前々回の議論も踏まえまして若干申し述べます。具体的には26ページの行動規範に定めることが望ましい内容であります。で、例えばこの1の従業者の人事交流に関する措置ですけれども、直接の移動を避けるという意味でワンクッションを置くといたしまして、でその置き方が短い場合にはこういったことは罰則付きで法令によって規制されるという類のものではありませんし、また具体的に期間が何年といったことを今のところこだわるものではございませんけれども、ワンクッションを置かれるということであればその期間は社内規定等でなるべく長く取っていただくべきであろうかと思います。で、まずは先行する電力各社の状況をご覧いただきまして、それを参考にして各社が適切に年数を含めて判断いただけると思っております。この26ページの、 この1から3の措置が社内規定等にきちんと定められていないというときには望ましい行動規範を十分に規定できていないというふうに推定されますので、そのようになっている場合には当然理由をこの場でご説明いただければと思います。で、この趣旨も事務局案に盛り込まれておりますので安心しておりますけれども、やはり特別一般ガス同管事業者の従業員の育成について、思うところがございます。行動規範定立の趣旨を踏まえてパイプラインネットワーク会社の人材で、ほとんどの社内の業務が賄えるというような形になるよう、従業者をしっかりと育て上げるという体制づくりもこの際、求められるのではないかと考えております。で、社員数が少なめとなる企業様には面倒な要望かもしれませんけれども、後でよからぬ疑念を招かないようにするためにもぜひともよろしくお願いいたします。以上であります。はい、ありがとうございました。それでは辰巳委員お願いいたします。はい、ありがとうございます。
とですね、まあ、以前時間をかけてここで検討を行ったその電気事業法が前例として存在しておりますので、まあ、しかもそれに準拠しているということなので私もこれでほとんどいいというふうに思っております。ただちょっと電気の小売りの状況を見たときにここの文章の中でグループ内の小売り製造事業者という言葉がたくさん使われておりまして、そのグループ内という言葉の範囲の意味がちょっと不確かなような気がします。つまりですね、現在電気の小売りの状況を見たときに通常グループ内って言ったときは前に検討したように子会社のようなところを想定していると思うんですけれども、全くそうじゃない事業者が、販売する電気は東電からですというふうな格好で小売として仕事をしていらっしゃるというふうな場合が見受けられますので、そのような時にとてもそのグループ内という単語がですねの範囲が曖昧なような気がしてですねおります。で今後そういうところら辺の想定取り扱いというかな対象のその今ここで定めている、対象のその事業者小売事業者等はですねこのままでいいのかなというふうにちょっと疑問というか思っておりますもので、そのあたりもうちょっと明確にご説明いただけるといいかなというふうに思いました。すいません。今後の議論にも関わりますので田中課長お願いします。はい、ただいまご質問のありましたグループ内の小売り製造事業者等ということでございますが、この等には小売り製造事業所の子会社などもこう含む形になっておりますので、まあ、そういう意味でこの等の中にはそういう関係会社も含めて広く入る形ということになっております。ちょっとよくわかんないんですけど関係会社等も含みというところへんで、例えばですねまあ明確なこと会社の名前を出すわけにはいかないんですけど、まあガスの事業者で東京電気は東京電力のものを売っていますなんていうふうな会社はもともと東京電力の子会社では全くないわけですよね。だからそういうところはこのグループには含まれないということでしょうか。じゃあ総務課長お願いします。はい、すみません、この趣旨はですね、同管と、小売製造の、まあ何て言うんですかね、だから小売製造が同管に対して影響力を行使するなどのことを防止をするという観点ですので、仮にそのガスの、例えば東京ガスの小売部門がですね、他の、まあ、別の小売会社なりとですね、人事交流をするということまで、まあ、ここでは論じておりませんで、あくまで同管部門とですね、このグループ内の小売事業者との関係を、まあ、法律はもともとは規制をしているというものでございます。でこのグループ内の小売製造事業者というのは法律で定めるですね、特定関係事業者でしたっけ、を念頭に記載をしてございます。まあまあガスの話をしているんですけれども、ちょっと電気に帰った時に電気の場合のそういう売り方をしている事業者はグループ内とは言わないんですね。例えばその電力の方が移動してくることもあり得るというふうに思うのでね、そういう会社に電気の場合もですね、まずもともとの趣旨は、送配電部門の方が、直接グループ内の小売に移動することを、まず兼業は、一定のものについては規制をしましょうと、それから、このガイドラインでですね、その会社内の規範で、直接グループ内の小売に移動するということも、まあ、何かルールを入れましょうということを議論をしておりましたと。でじゃあそれ以外のですね、小売事業者についてはそもそもですね、その送配電部門に親会社なりからのプレッシャーがかかるということが、まあ、心配がされないということもありですね、およそその送配電会社の人が他の小売会社とですね、なんか行ったり来たりするということはすみません、蓋然性がもともとあまりないということでそういう規制はまあしてないということでございます。では心配がないということで了解です。はい、まあ、ですので、まあ、仮にそういうことが今後頻発することがあればですね、またそこで考えていくということではないかというふうに理解をしております。はい、それでは新会お願いいたします。はい、まあ、全体に提案いただいている通りで特に異存はなくて、権業規制の考え方は、まあ、電気の時に
かなり議論したところだと思いますので、ご提案いただいている考え方で特に問題ないと思いました。でポイントはあれですよ、結局、一応例外で兼業できるケースを認めるわけなので、その部分についてきちんとそのルールを作るっていうのはこれに沿って作られるんだと思いますが、あとはその事業者さんの方でもきちんとこのオーディットっていうんですか、それが遵守されていて問題のない形で運用されているっていうところをきちんと確認していく、要するにルールの整備だけじゃなくって、それがきちんと運用されているというところの確認をですね、社内でできる体制を当然構築されるんだと思いますけども、構築して確認していただくと、であと自分の自社内で のチェック体制とともに、あとは監視委員会に対して説明をするわけなので、その段階でなんか疑問がある点があればですね、適宜確認していただいて、適正に運営されていることのを確保する体制を取って運営していくっていう、だから元のルールとあれで社内チェックと監視委員会によるチェックっていう形で運営していくことが必要なんじゃないかというふうに思います。人事交流のところも特にここの26ページあたりでご提案されている通りで依存はないですけれども、草薙議員もおっしゃった通り、結局あれです、直接かどうかが重要なのではなくて、例えば情報の目的外利用の禁止をするために一定の規定を入れるんだったら、それはその情報がオブソリートというんですか、なんていうか情報としての価値を持たなくなる期間を置くということがポイントだと思うので、そういったその期間の側面も、一定の期間を置くという側面もですね、合わせて必要になってくるんだと思いますので、それぞれ の措置 その目的に照らして適正なそのなんていうんですかね、クッションを置いた上で移動していくっていう形を取る必要があるんじゃないかというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。それでは他にご意見ありますですか。じゃあ田中町の方から何かコメントありますか。はい、それではこの議題については大方のご賛同を得まして、おりますので。原則事務局案の通りとして、また取りまとめの際に全体を通じて確認をすることにしたいと思います。それではお席のオブザワーの入れ替えをお願いいたします。それでは議題2に進みたいと思います。議題2について事務局から説明をお願いいたします。はい、それでは、資料4、発電側基本料金の詳細設計についてでございます。まず2ページ目をご覧いただけますでしょうか。本日は発電側基本料金の算定に用います、この最大受電電力のキロワットの取り扱い、そして割引制度、そして最後に転嫁ガイドラインの骨子案についてご議論いただければと思ってございます。4ページ目をご覧いただければと思います。まず、契約超過金の取り扱いということでございますが、1つ目のポツ、前回のおさらいでございます。前回は発電側基本料金の算定にあたりまして、最大受電電力、この値を用いてはどうかということ、そしてこの最大受電電力を超過して、逆超した場合には、契約超過金を設けまして、その水準としては発電側基本料金の単価を乗じて得た額の 1.5 倍としてはどうかと提示させていただいております。これに関しまして3ポツ目でございますが、そもそも発電側基本料金は需要側の託送契約のキロワットを上回る逆超分のキロワットとなっておりますところ、最大受電電力を上回ってもなお託送契約のキロワットを下回る場合も想定されます。そうした場合にどのようにこの契約超過金を扱うのかというのがちょっと論点になりまして、今回事務局からの提案といたしましては、太字の部分、発電側基本料金の契約超過金といたしましては、最大受電電力のキロワット、もしくは
需要側の託送契約のキロワットのうちいずれか大きい方を超過したキロワット分、こちらについて求めることとしてはどうかというのは今回の事務局からの提案でございます。最後の4発目にございますが、系統管理上最大受電電力を、まあ、むやみやたらに超過するということが良いということでもございませんので、超過した理由を確認し超過した場合は、その理由を確認の上、この最大受電電力を見直すかどうかについて協議を行うことに、なると考えられます。続きまして、知事ページ飛びまして6ページ目、ご覧いただければと思います。前回の会合におきましては、力率に従いますと、最大逆張が抑制されることになるといった、ご指摘もございました。その点に関しまして2ポツ目でございます。最大で受電電力を、協議で決めるにあたりましては、そうした点、も考慮して、決めると、その点をこちらのスライドで明確化させていただいております。次のページ7ページ目でございます。最大受電電力のキロワットについてですが、こちら太字で書いている部分でございますように、一旦この最大受電電力のキロワットを設定または変更した場合には、特段の事情がない限り最低1年間は当該キロワットを維持する、変更しないこととしてはどうかとしてございます。こちらの取り扱いは需要側の託送料金の契約キロワットの扱いと、まあ、同様と理解してございます。続きまして割引制度でございまして、9ページ目をご覧いただけますでしょうか。この発電側基本料金につきましては、立地地点に応じた負担に濃淡をつけるということとしておりまして、それを割引制度と呼んでございます。これには2種類ございまして、下のポツに書いてございますが、まず割引 A と書いております。下にイメージ図が書いてございますが、基幹系統投資効率化中ポツ送電ロス削減割引という名称のものでございまして、図で言いますと赤い矢印で示している潮流がですね、この潮流を削減する効果がある場所に立地する発電所、それはすなわちこのオレンジで囲われたエリアに立地する発電所についてですが、こちらについては基幹系統の投資を減らす効果があると、そのような発電所であるということでもちまして割引対象ということで整理してございます。これに加えまして配電系統につながっている電源につきましては、赤いこの図で言いますと赤く囲ってあります割引 B のエリアでございます。こちら特別高圧系統系統通り市効率化割引と呼んでございまして、ここに立地する発電所については特効系統の投資を減らす、まあ、効果があるということで、さらに追加で割引を行うと、まあ、そのような2つの制度を、送配電ワージの方では提案してございました。で今回まずこの割引 B に関しまして、ページを飛んでいただきまして13ページ目でございます。この割引 B の対象地域の区分方法についてでございますが、こちらにつきましては行政区分で分けることも検討すると、そのようにされておりました。この点についていろいろ議論もさせていただいたんですけれども、実際の系統の状況を把握すべく配電用変電所単位で区分すると、そのようにしてはどうかと提示させていただいております。続きまして次のページ14ページ目でございまして、割引地域の見直しに伴います扱いについてでございます。送配電ワーキンググループの中間取りまとめにおきましては、この割引地域の見直しに関しまして投資の予見可能性の観点から経過措置を設けるかどうかについて検討を行うとしてございました。これに関しては2つございます。下の表の方をご覧いただいたらと思いますが、まず1つ目、2023年度を目指して発電側基本料金の導入、これを目指すとしておりますところ、それに伴いまして廃止される現行の需要地近接性評価割引についてどのように扱うのか、2つ目の論点が、2023年度から5年ごとに見直すとしておりますこの割引地域の定期見直しにおきまして、割引対象から外れたような場合にどうするかといった点が2つ目の論点でございます。これを考えるにあたりまして前回の制度変更時にどうしたのかということで次のページ15ページ目でございます。
2016年でございますが、その際には需要地近接性評価割引の制度変更がなされておりまして、それまでは都道府県単位で区分していたものを、市町村単位で区分すると、そのような制度変更が行われました。その際は、経過措置として割引の延長といったものが手当てされてございます。その際の理由として、がですね、掲げられておりましたが、2つ目のポツに簡単にまとめさせていただいております。この割引の延長そのものは公平性の観点から論点が生じうるものではあるのですがと、この割引制度が潮流改善に資する電源投資が進み、そしてそれが適切に維持されることを前提として効率的な送配電投資につなげていくと、制度がそういったことを目的にしておりますので、割引の延長を手当てしたということでございました。従いまして次のページ16ページ目でございます。この発電側基本料金の導入に際して廃止されます需要地近接性評価割引につきましては、前回の制度変更時の取り扱いも踏まえまして、この需要地近接性評価割引の適用を受けていました電源については、暫定措置といたしまして引き続き割引対象としますこと、また、暫定措置の期間はその次の割引対象地域の見直しの時まで、でこの割引期間、暫定期間の中は、新制度における、接続系統で見た割引単価のうち一番大きい単価を適用すると、そのように提案してございます。続きまして17ページ目でございます。2つ目の論点でございます。発電側基本料金の割引地域の定期的な見直しに際しての取り扱いでございます。この場合でありましても、先ほどと同様の理由で経過措置を設けてはどうかというのは今回の提案でございます。でその際の考慮事項といたしまして、中ほどにいくつか、書かせてございます。やはり、電源投資の予見可能性という点からは、割引地域を、5年ごとに見直すと、5年間は固定するということに加えまして、1つ目、まず投資回収の、期間の長さでありますとか、2つ目の丸、割引地域の見直しの相場感が今はまだ形成されていないという点、3つ目、そして割引を期待して立地した電源がその翌年には割引対象から外れると、そのような電源に配慮する余地もあると考えられること、そういったことを考慮事項として考えてございます。このため事務局からのご提案でございますが、下の太字の部分に3つほど書かせてございます。割引対象地域の見直しによりまして、割引対象から外れる、もしくは割引単価が低い区分に変更となった場合は、割引の延長措置を講じるということ、この延長期間は、その次の割引対象地域の見直しの時までとすること、この、延長措置の期間中の単価についてでございますが、こちらは見直し前の割引区分で新たに設定される単価、こちらを適用するということとさせていただいております。18ページ目、19ページ目につきましては、今お話しした内容を図式化したものとなってございます。続きまして21ページ目でございます。前回ご議論いただきました送配電都合により逆調できない場合の取り扱いについてでございます。この扱いについては需要側につきましては、電気の供給が停止した場合にその停止時間に応じて基本料金が割引かれるといった措置が講じられております。では発電側はどうするのかということにつきまして20ページ目と23ページ目でございます。結論といたしましては、散歩のポチで、太字で書いてございますように、送配電設備に起因し、かつ出力制御の予見性がない場合において、割引を手当てすることとしてはどうかというのはご提案でございます。その理由といたしましては、発電側基本料金はあくまで送配電設備の費用負担、これを求めるものですから、割引についても、事故や作業停止など、送配電設備が利用できない場合、そういった場合に限って講じることとしてはどうかということでございます。
ただし大規模な修理やメンテナンスの場合ですとか、そういった場合は3年前から作業停止の計画があったりもします。そうした場合は予見可能性もあるということで割引対象とはしないと。また、そういった考え方、下の対応例のところに書かせていただいておりますが、例えば需給要因による出力抑制でありましたり、調整力契約に基づく出力抑制、こちらは、送配電設備に起因して、逆調できないということのではなく、需給バランスの観点から逆調できないということでございますので、こうした場合は設備要因ではないということで割引の対象とはしないと。具体的にはそのように整理してはどうかと考えてございます。いずれにいたしましても、本日、いただいたご議論もご意見なども踏まえまして、具体的な割引対象でありましたり、割引の具体的な中身につきましては、今後検討を深めることとしたいと思います。続きまして、その次、ノンファーム接続の取り扱いについてでございます。送配電ワーキンググループの中間取りまとめにおきましては、このノンファーム接続につきまして、今後運用面制度面の検討状況を踏まえて適切な負担となるよう発電側基本料金における料金適切について具体的に検討を進めると、そのようにさせていただいておりました。でこれに関しまして前回の専門会合におきまして、ノンファーム接続は送電容量を確保せずと、フルに流せることを前提とした設備増強も必要としないと、そういった観点から課金しないという整理もあり得るのではないかというご指摘もございましたと、その点も含め、以下のような、視点も含めて、料金的措置についてどのように考えるかについて、ご議論いただければと思ってございます。一つ目の、ポツとしましては、まず、ノンファーム接続につきましては、系統に空きがある場合にだけ、出力を認めるものでございます。このため、通常の接続形態とは違いまして、送配電設備の増強費用は増加しない、もしくは増加してもその増加分は相対的に小さくなると考えられるのではないかという点、そのノンファーム接続であっても、送配電設備の維持や運用にかかる費用は発生させているという事実もありますが、そういった点も含めてどのように考えるのか。2つ目のポツ、ノンファーム接続でございますが、こちらは、系統に空きがある時間帯に逆調することでもって、送配電設備の利用効率を高めると、そのような、役割も果たす、そのような点で寄与するものでございます。これによって送配電関連費用の増大を抑制する一定の効果が期待されるのではないかという点、これをどう評価するのかといった視点。3つ目、先ほどご説明しました割引制度のように、潮流改善効果に基づく投資効率化に資する電源、そういったものへの割引との関係についてどう考えるかといった視点でございます。例えばノンファーム電源よりも、先ほど例示いたしました割引対象のもののファーム電源の方が、投資効率化への寄与という点で大きいと考えられます。そういった中で、どのようにノンファーム接続を取り扱うのが合理的と考えるかといった視点、最後4つの目のポツ、送電容量を確保しているファーム電源と、送電容量を確保しておらず混雑時の出力制御を前提としているノンファーム電源、この違いについてどう評価するのかと。またこれに関しまして、先ほど、ご説明しました送配電都合により逆調できない場合の取り扱いとの関係についてどう考えるかといった点でございます。この点含めてご議論いただければと思いますし、本日いただいたご意見も踏まえて、具体的な割引対象でありましたり、割引内容につきましてですとか、どのように考えるのかといった点については、今後さらに検討を深めていきたいと思ってございます。最後、転嫁のガイドラインについてでございます。28ページ目でございますが、前々回も転嫁についてご議論いただきましたが、この発電側基本料金の導入は発電側にとっては新たな負担になる一方で、小売側が負担する託送料金は減額されることになります。この発電側の負担が小売側に円滑に転嫁されること、これが期待されるわけでございますが、そのためにも事業者間で誠実に協議が行われるようにガイドラインに示していきたいと考えております。その骨子案というものが29ページ目以降でございます。まず指針の目的でございますが、
1つ目のポツの2つ目のポツでございます。この指針の目的は、既存契約の見直し協議に関する基本的な考え方を示すことで、事業者が適切かつ、誠実に協議を行うことを求めるものとしてございます。続きまして次の30ページ目でございます。基本的な考え方でございますが、2つ目のポツのところに、具体的にはとございます。まず1つ目、契約当事者は、発電側に負担の増額分と、小売側における負担の減額分、これらの情報を適切に共有して、公平を旨として協議を行い、相対契約に基づく取引金額を見直すということ、特にということで2つ目のポツでございます。小売事業者における、需要側の託送料金の減額分につきましては、卸料金への転嫁に充当されるべきと、そのように記載させていただいております。また仮に転嫁を受けられないような場合、そういった場合はその事情も含めて発電側に説明をしていくことを記載してございます。以上が骨子案の主な内容でございますが、本日いただいたご意見もでありましたり、また今後寄せられる事業者サイドからの声にも耳を傾けながら、今後ガイドラインの成案を得ていきたいと考えております。長くなります、すみません。私からの説明は以上となります。はい、ありがとうございました。それでは皆さんからご意見賜りたいと思いますが、3つ論点があります。契約超過金の問題、これはページでいくとスライド4と7ページ、それから割引の問題が13、16、23、24ページ、それから転嫁の円滑化については29ページ以降と、こういうことですので、ご発言の際はテーマを示していただくか、スライド番号でお話を特定していただくようにお願いできればと思います。どうぞお願いいたします。白銀オブザーバーお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず発電側基本料金のためのシステム開発に必要な事項についての優先度ということも考慮しながらですね、整理を進めていただいているということ感謝申し上げます。で今回13ページで整理いただいております。割引対象地域の区分方法につきまして、これは発電事業者様にとって分かりやすいということが大切であるというふうに考えておりまして、その観点から資料に記載いただいている通り、行政区分に基づく割引区分の方法というのも選択肢の一つとして、比較検討を進めていただいたということで、その結果今回、系統の状況を反映して、反映した配電用変電所の単位というのが合理的であると明確に整理していただいております。この方向に基づいて今後各事業者様への分かりやすい公表通知の方法などですね、具体的な運用につきまして委員会事務局と協力いたしまして検討を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは菅野ボザーバーお願いいたします。私の方から今回の転換の円滑化のところでですね、ちょっとコメントさせていただきたいと思います。今回この骨子を示していただきまして誠にありがとうございます。で今後成案に至りますときにですね、やはりこの転換の問題は、発電と小売をですね同じ企業グループ内でやっている事務所と、発電と小売はそれぞれ分かれてで、まさにその競争相手同士でやっているような事業者同士ですと、協議のシビア度合いがやっぱり変わってくると思いますので、ここの最後にございます、紛争といいますか話し合いがつかない場合のですね取り扱いも含めまして、その辺の公平性をお願いして成案にしていただきたいと思います。それからあともう一点この転嫁の問題と関係するんでございますが、この発電側課金の制度が導入されることで、相対契約についての転嫁はこうした道筋があることでですね、取り組んでいくということになりますが、スポット市場の投入については、長期的にはですね、スポット市場の価格がこうしたものを取り込んだ価格に落ち着いていくんだと思いますが、当初に関して言いますと、やはりスポット市場でこの発電側課金での負担を、回収できるかどうか、特に限界費用で今札をですね売り札を入れさせていただいている私どもとしてはなかなかそこは懸念がどうしても最初は生じてくると思います。ということは発電側課金の導入によりまして、
スポット市場よりも相対取引を施行するというふうなインセンティブが働く可能性が高いということを、ちょっとこの場でのですね、まさに専門会合の皆様にもちょっとご認識をいただければと思っております。以上でございます。はい、ありがとうございます。それではマスカーオブザーバーお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずですね、スライドの6枚目、最大電力キロワットの協議法に力率の考慮というところでございますけれども、前回のここの会合でですね、私どもの発言を汲み取っていただきまして、こういう形で整理していただき、どうもありがとうございました。まずそれが1点目でございます。続きまして、スライドの9ページ目でございますけれども、この割引 A、それから割引 B というふうにあるわけですけれども、この割引の B につきましては、送電ロスが含まれてないと。でこれは私どもの理解はですね、そもそもこの発電側基本料金が、送配電ネットワーク、配電ネットワーク上の、渡航より上の設備に関する、対象にした、課金であるがゆえに、仮にですね、この配電ネットワークでいろんな送電ロスの改善とかがあっても、そこは含まれてないのかなと理解しているんですが、その辺のところをちょっとご説明いただけるとありがたいと思いました。それからスライド24以降、ノンファーム接続の考え方につきましては、前回もですね、我々ぜひ割引を考慮してほしいと申し上げましたけれども、まあ、考え方といたしましては、そもそもノンファームがですね、設備を必ずしも利用できないということを考えれば、そもそも課金しなくてもいいのではないかという発言も委員からございました。まあ、その考え方に立てばですね、全く負担しないというのはそれはありえないと思いますので、負担する場合であってもですね、変動費分、私どもの理解では全体で見ますと変動費分大体2割というふうに聞いておりますので、まあ、この発電側基本料金そのものは、資本費ではございますけれども、その発電側基本料金、割引前の基本料金の2割程度、その変動費分程度は、負担するのかなと、そんなイメージを持っております。それから、スライドの27枚目以降でございますけれども、転嫁の円滑化につきましては、ここではですね、既存の契約に関する、見直しの時のガイドラインというのが主にここに、検討されておりますけれども、将来的にはですね、今再エネはほとんどフィットで入っておりますけれども、フィットでない設備も、近い将来たくさん出てくるのではないかと我々想定しておりまして、その場合は既存というのは新規の契約になります。で、その場合フィットの設備、特に太陽光は大きい、その出力が大きくないでございますので、なかなか大手の皆さんと交渉すると苦労されるんじゃないかな、ちょっと心配もあるんですけれども、まあ、新規のこういった相対契約を結ぶ場合についても何らかのガイドラインを作っていただけると大変ありがたいというふうに思いました。私のほうから以上でございます。はい、ありがとうございました。それではお答えについてはちょっと後ほどまとめたいと思いますので、武田委員お願いいたします。はい、ありがとうございます。私はテーマの3つ目ということで、既存契約の見直しガイドラインについて発言させていただきます。ここでですね、事業者が誠実かつ適切に協議を行うことを求めるとありますけれども、仮にですね、事業者が誠実かつ適切に協議を行わずにですね、制度変更に伴う費用負担を発電側が一方的に負わされるということがあれば、これは独占禁止法の中に取引の相手方に不利な形で取引の条件を設定、変更、取引を実施することを優越的地位の乱用として規制して、禁止すると規定しておりますので、状況に応じてこれに該当すると思います。その優越的地位の乱用の規定の中には、正常な召喚衆に照らして不当にというそういう要件がありますけれども、このガイドラインはその評価においてですね、参照される、重みを持って、見られるというものであると思います。でこれは既存契約だけではなくて、先ほど、ご発言にありましたけれども、新規の取引についても、同じであるというふうに思います。以上です。
ありがとうございました。それでは山内お願いします。はい、今の、 関係なんですけども、この転嫁の転嫁についてガイドラインでこういうふうに記載するということは非常に良いことだというふうに思ってまして、それは事務局の提案に賛同したいんですけども、今もいろいろ出てました。具体的にどういうふうにそれを転嫁をするのかということについてもう少し検討する必要もあるのかなというふうに思ってまして、今の土金法の話もありますし、あるいはその事業者間の何ていうんですかね、お金のやり取りというのは本当に可能なのかどうかって、そういうこともあろうかと思いますので、その辺を詰めていただければなというふうに思います。以上でございます。ありがとうございます。それでは野崎オブザーバーお願いいたします。はい、ありがとうございます。2つ目のテーマの割引について2点ほどお願いをさせていただきたいと思います。まず13ページにございます、割引対象地域の区分方法に関してでございますけれども、系統の状況を反映してという方向で進めていくということでございますが、小売事業者の立場といたしましては、相対契約先である発電所が、割引対象かどうかというのは非常に重要な情報でございます。またこれらの発電所に、投資する事業者にとってもですね、必要な情報であるというふうに考えております。どの地域が割引対象なのかということが、誰にでも分かるような形で、周知もしくは公表を、していただく方向でぜひとも、ご検討をお願いしたいと思います。それからもう1点が、14ページの、割引対象地域の見直しに関してでございますけれども、あの経過措置についてでございますけれども、発電所の建設のリードタイムというのは何年にも及びますし、運転開始後も15年以上運用するものでございますので、こちらにお示しいただいております経過措置、丸1、丸2、いずれも非常に重要で、必要なものだと考えております。既存の発電所の収支計画への影響や、新規投資の予見性確保の観点から、いずれの経過措置につきましても、前向きに、ご検討いただけますようにお願い申し上げます。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは中野オブザーバーお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほど菅野さんがおっしゃられたことと少しかぶるんですけれども、最後の指針の話です。2つありまして、1つはやはり発電と小売が一体となっている事業者間のやり取りとですね、私どもみたいに小売、ほとんどの新電力はそうだと思いますけど、小売に専念している事業者とはやはりだいぶこう交渉の仕方が違うんだろうなというふうに考えています。それがまず1点。それからここはもう発電側の目線でこう書かれてますけど、実態としてはですね、基地ならともかく例えば翌期であるとか、あるいは新規であるという話になりますと、これも含めて発電の卸の料金というのは交渉していくわけですね。でそうすると当然ですけど、その両者のですね、バーゲニングパワーによって、その交渉力によってやはりそれは変わってきてしまうので、必ずしも発電側だけの目線でなくて、こういうものがお互い誠実に交渉、これ当たり前の話なんですけど、というのがきちっと示されていることはいいとは思ってます。ただこれ必ずしも発電側じゃなくてですね、実態としてはその事業者間の関係性によって、先ほどの初恋一体となっている、あるいはそのなってない、そういう関係性によってこういうものっていうのは決まってくるということはご認識いただきたいというふうには思ってます。でしたがって、そのここに書かれてますけれども、透明性であるとか、公平性であるとか、情報の開示だとかっていうのは非常に重要になってくるだろうなと。実際にどういうやり取りがですね、これなされるかっていうのはちょっと具体的にはまだイメージできてないんですけれども、託送料金もあり、これもありというのが複雑にこう絡んできますので、そのあたりはじっくりご議論いただけたらなというふうに考えています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは松村委員、ちょっと待ってください。西浦オブザーバーお願いいたします。すいません。はい、ありがとうございます。私からは割引制度の論点について、2点コメントさせていただきます。まず、今回、割引対象地域の定期見直しにより割引対象から外れる地域等についての経過措置が論点となっておりました。その中でもその電源投資の予見可能性の確保の必要性について触れていただきました。この電源投資の予見可能性の確保ですけれども、これはもう発電が課金のですね、最初の制度導入の時点においても同じく重要なこと、大変重要なことと考えております。これまで料金レベルの目安としてですね、平均単価150円キワットで150円程度という数値は示されておりますけれども、この料金制度には割引、今回議論にましたので割引、
あるいはその分のですね負担は他の発電事業者に発電者に寄せられる設計になっていると理解しております。委員会事務局にはですね、ぜひ定量化の応った議論をお願いしたいと考えております。もう一点、ノウハウ接続の取り扱いについてです。ノウハウ接続、皆さんもご存知かとは思いますが、主力電源化が期待されながら現実にはなかなか系統空き容量の問題においてよって導入が進んでいない再生可能エネルギーの再生可能エネルギー電源の導入促進の突破口になり得る非常に重要な仕組みと理解しております。まずその意義をですね十分ご理解いただきたいというところで、またその上でですねこの課金の考え方についてキラッと課金の考え方に限定されることなく取り扱いをご検討いただきたいと希望いたすところです。以上となります。はい、ありがとうございました。それでは松村委員お願いいたします。まず割引に関してなんですが、今回の提案は全て合理的な提案だと思いますので、この方向で進んでいただければと思います。ノンファームに関しても具体的に、割引くっていう考え方が出てきて、ま、どれだけになるかっていうのはこれからの議論ということだと思いますが、いろんな考えるべき要素っていうのがきちんと考えられている。それから、経過措置に関しても投資の予見可能性っていう点から見て一定程度は必要だけれど、そのあんまりそのこれをずるずるとやるということをすると他の人というのが、つまり本来はもう割引されるべきでないという状況になったのにもかかわらず割引かれ続けるということは他の人が余分に負担しているということなんだということをまあ明確に言っていただいて、その点にもその公平性という点で問題があるので、そのバランスを取るということだということで今回の提案が出てきたいうことは全く合理的だと思います。で、全く余計なことですが、ここに書かれている割引にかける暫定措置や延長措置っていうのは他の発電者にその分負担を寄せることになるっていうのはですね、まあ、あらゆる経過措置で同じわけですよね。例えばその、間接的送電権とかっていうような時に10年丸々認めるっていうことをするのか、全く認めないで他の人と同じように買ってくるのかっていうことをすれば、持っていた人っていうのはとこうしたのかもしれないけれど他の人に負担をかけてるわけですよね。なんでこういう危機感でこういう議論をするときにはこういう合理的な意見っていうのが出てこなくて、こういう時だけ出てくるのか、まあ、出てくるのが正しいからこの整理正しいと思うんですけれど、まあ、若干じくじたる思いはありますが、全く言っている通りだと思います。私自身は、経過措置っていうのには比較的否定的で、あらゆるところでそのように述べているつもりです。で、これに関してもですね、予見可能性っていうことはあるかもしれないけれど、合理的な制度に変わっていくというときに前の整理っていうのをいつまでも引きずってるっていうことをすると移行っていうのがスムースに進まないんじゃないかっていうようなことはいつも懸念はしていますが、今回のようなかなり限定的なっていうかですね、年限を区切るというようなやり方で、逆の意見というのもワーキングであったことを考えれば合理的な提案ではないかというふうに思います。で、次に、ノンファームのところと、それからその送電事業者の自由によって抑制されたというところで出てきたこの整理、とても合理的だと思うんですが、私ちょっと気になっているのはですね、その N-1 電性の電源でそれで抑制されたっていうのと、その他のところの抑制って同じかっていうと、その N-1 電性の方はもっと厚く割引があってもいいんじゃないかっていう気もします。どういうことなのかっていうと、それノンファームの時と同じなんですけど、N-1 電性のでその電性を引き受けてくれた電源があるから、その大幅な増強をしなくてもその他のところが接続できるという意味では、設備投資をその効率化するっていうことに絶大な貢献をしてくれているわけですよね。で、そういう貢献をしているところっていうのは、まあ、ある意味でその、潮流逆の方向に発電所があるっていう時には割引くっていうのと同じような発想っていうのはできないのだろうかということで、ここはその瞬間抑制されたっていう量に関してだけじゃなくて、そもそもそういう対象の電源っていうのは設備
の負担をむしろ軽減している方向だというふうに整理する余地っていうのはあるのかと思います。ただこの N-1 年生を引き受けてくださる電源に関してこれで手当てすべきなのか別のやり方で手当てすべきなのかっていうのは議論の余地があるのでこのあんまりこだわるつもりはありませんが引き受けてくれた電源というのが不利にならないようにということは何らかの形で考える必要があるかと思います。でこれも蒸し返して申し訳ないんですがこれその最大でも半額の割引とかっていう整理になったのはこれワーキングの長い議論を経てこうなったっていうことなんですけれど、私自身はこれはそのゼロになるっていうところがあっても当然それはノンファームとかっていう文脈じゃなくてもですね、潮流の改善に役に立つとかっていうようなところはゼロになるあるいはマイナスになるなんていうことがあったとしても理論的には決しておかしくないのではないかっていうことをずっと言ってきたのだけれど、まあ結果的に受け入れられなくてこういうマイルドな割引になったっていうことなんですがこのあとおそらくいろんな形で例えば地点別料金だとかっていう格好に巻き取られていくとかっていうようなことはまあ十分あり得ると思います。でその時に、さっきも言いましたが経過措置っていうのが邪魔をして新たな合理的な制度に移るのに阻害するなんていうようなことがないように注意深く制度は設計していかなければいけないんだろうと思います。次に転嫁について、この整理に反対することは何もありません。ただ、私はその、繰り返し繰り返し出ている、先ほどの J パワーのオブザーバーからの発言というのは出てくるたびに必ず同じことをいつも言っているので、今回も言わせていただきます。とその相対契約だったら転嫁できる。市場に出したら取引所に出したら限界費用いうので出すことになるから転嫁できない不利だと。そうすると取引所からその相対取引の方に移っていくというようなことがあり得るっていうことはちゃんと認識してくださいというご発言だったのでそれについてはそのような発言はちゃんと聞いた全ての委員オブザーバー聞いたっていうのはいいんですけれどそれをそのまま素直にナイーブに受け取る知的レベルの委員ではないということを期待しています。どういうことなのかっていうとこれ当然市場なんですから売り手と買い手がいるわけですよね。売り手にとって相対市場がとても有利だということになりスポットがとても不利だということになるということは買い手は逆だということですから当然需要の方は相対契約から取引所の方にシフトするとかっていうことも当然あり得るわけですよね。それからそのマージナルコストで入れるって言ってもそのスケジュールっていうのはそれで与えられるのかもしれないのだけれど需要が変われば当然価格っていうのは変わってくる。それから有利不利っていうことがあればどちらに出すのかっていうことによってそのスケジュール自体もマージナルコストで入れていても変わってくる。したがってですね出てくることはそこでご説明になったような単純なことではなくもっとはるかに複雑なことだということなんでそんな単純な頭の整理というのでこれからの制度設計されたらかなわないということなので出てくるたびに繰り返し言っていますがもう一度言わせていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは新川委員お願いいたします。あ、はい、1点だけなんですけどもその転嫁の部分でちょっとこれはご質問なんですけれども、この30ページのところかな。物の考え方としてはあれなんですけど、その発電所基本料金と今ある、卸の価格のままにしておいて、発電所基本料金でかかった分だけを後から返してもらうという姿に持っていくのが、まあ、いいっていう、まあ、そういう時おそらくその単純な問題ではないから、こうやっていろいろ書いてあるのかなと思うんですけども、そういった姿に持っていこうとされているのでしょうかね。これはなんかその31ページのなんかなおっていう3点目のところを見るとなんか一旦ね今の料金に払って後から転嫁分を小売側から発電側に払うという方法があるって書いてあるのでもしこうやって計算上そういうふうに持ってきなさいって持っていくことをこのガイドラインで何ていうかそういった方向になるように交渉しろと言っているのかどうかっていうのをちょっとお伺いしたかったんですけどもおそらく多分そんな感じのことではないのかなとは思うのですが何をどういった姿に持っていけと言っているのかっていうのを確認させていただきたいのが1点でもう1点目ですけどもここにだから双方のこの30ページに書いてあるのは情報を価格の減額想定だとか増額想定の、まあ、これ想定だから確定値じゃないわけでそれに関する情報を双方全部開示し合えって言ってるわけですよそのデータを。でもなかなかその世の取引を考えるとその価格情報っていうのを両方が出し合うっていうのはなんかその生データみたいなあまりそういった交渉をするのは見たあまり見かけないので、まあ、そういったことっていうのが本当に起こるのかなっていう。若干ちょっと疑問に思いました。で3点目でその結局当事者間で、まあ、まとまらない時
にその紛争解決機関、まあ、調停とか斡旋とかやって、それで要するに第三者が入ってこういったふうにやるっていうあのプロセスが最後にあって、そこで一定の考え方がこう積み重なってくれば、それにあのどうせ最後そこでこういったらそうなるわけだから、当事者間でもそういった交渉に進んでいくってことが起こるんだと思いますので、そういった意味でこの30ページの最後の4に書いてある紛争解決の利用というのがあの実務上意義を意味があると思うのですが、具体的に想定しておられるここで言ってる紛争解決のあのなんていうの期間っていうんですかね、あのどこでやるかっていうのは、あの委員会のそのあって斡旋調停ってあそこで行うっていうあのことですよね。でもしそうだとすると、そこでは一体具体的に、ね、どういったプロセスで最後のその合意まで持っていこうっていうことをあの今予定されているのかっていう、もしあの考えてあのがあればあのお伺いできればと思いました。はい、ありがとうございます。後でまとめてお話をあのさせていただきたいと思います。草薙委員お願いいたします。はい、ありがとうございます。私は3つ目 の、 あの発電側基本料金に関する既存相対契約見直しの指針について申し述べます。すでにたくさん議論が出ておりますけれども、この資料4の29ページから30ページのこの誠実かつ適切に協議を行うということを要請することに関して、若干の懸念が表明されているようにも受け取っております。で、それからそのJPX にその供出する以外の内容として、JPAR の菅野オブザーバーとそれから松村先生のコメントもございましたけれども、この30ページの3基本的な考え方の一番最後のポツにございますようなものですね、発電側基本料金を市場で回収するということは、容量市場が固定費回収市場としての性格を持っているというふうに認識しておりますし、需給調整市場やベースロード市場も固定費相当分を含めて入札ということがむしろ自然だと思っております。でもちろん事業者間の協議においては、先金決済まで含めて結構複雑な相対の協議をされるということになると思います。でそれについてその、トラブルが起こるのではないかという懸念もあろうかと思うんですけれども、もともと民々の契約ですので、発電事業者と小売事業者の協議というのが転嫁ガイドラインに従って粛々と行われると。で、基本的には31ページの、見直し方法などを参考にして行っていただくということで、契約の見直しをしていただきたいと思っております。ただ数多あります小売事業者が交渉のスタンスというレベルを超えて全て誠意を持ってこのような協議に応じるかというのは、私としても若干、懸念を持つところでございますので、まずは協議をしていただいて、うまく協議が進まないときは何らかの規制を入れることを将来的には含めていくと、そのような対応を考えていただくことになるのかもしれないと思います。でその可能性も踏まえた転嫁ガイドラインの整備ということを進めていただければよろしいのではないかと思います。先ほどから菅野オブザーバーとか新川委員が言及されております30ページの4番の既存契約の見直しに関連する紛争解決の利用ということとはまた別のこととしてですね、そのようなことを考えました。以上です。はい、ありがとうございます。それでは菅田オブザーバー。はい、ありがとうございます。私も転嫁の円滑化のところで1点なんですが、ワンポイントになりますけれども、この30ページの、骨子案の中に記載していただいている内容なんですが、趣旨はもう公平を、として協議を行い、取引金額を見直すということをはっきり明確に書いていただいているんですが、この2つ目のポツの3行目のところに、この発電側基本料金の転嫁を受け入れない入れられない事情を含めというちょっと言葉を読んで、若干ちょっと気になっておりまして、それでも受け入れられない場合はちゃんと説明すればいいんだというふうに、読んでしまう人もいるんではないかなと思いますので、やっぱり円滑に、転嫁の協議が進むということをやっぱ考えて、4番の紛争のところもございますが、こういったことがなるべく利用されずに円滑に進むようにということから見ると、これを実際に実行される多くの方が見たときに違った意味に読み取れないような分かりやすい表現で事務局さんの方でまとめていただければありがたいなと思っております。それからもう1点だけ詳細のところになりますが、これは、割引制度のところの23ページの、ところになります。逆調できない場合の取り扱いということで、
対応例の案の表をつけていただいて、今後さらに検討を深めるということで記載して いただいておりますので、期待しておるんですが、作業停止のところで計画的なものとそれ以外のものという形で分けております。でおそらく実行に入って見たときにどれくらい前までだったらこれは計画的だと言えるのかそうでないのかといったところがおそらく実務に入っていくと結構曖昧だと揉めていくこともあるのかなと思いますので、このあたりの事例については分かりやすく、仕組みを作っていただければなと思っております。以上です。ありがとうございます。それでは大橋委員お願いいたします。はい、すでにいろんな委員の方からご発言あったので2点だけですけど、1つ契約超過金に関して4ページですけれど、やはりその最大受電電力を超えて逆調しているというふうなことについては、その若干その異例なのかなというふうな感じもしますので、ここはしっかり理由を確認して、最大受電電力のキロワット見直すかどうか協議をするって書いてありますけど、ここはしっかり速やかに検討していただけるのがいいのかなというふうに思っています。もう一つは、ノンファームの、ところでいただいている何ページか分かる、あ、ここですね、24ページ目なんですが、2つ目の丸 の矢尻で、矢尻というかチェックで3つ目のところがありますけれど、この潮流改善効果に基づく投資効率化のに関わる割引と、あとノンファームがその、託送をする際の、その託送サービスの対価として支払うそのものに関する割引っていうのは、この2つはこう趣旨が違うものなのかなと思っていて、でよってこの2つはちょっときちっと整理して割引のあり方っていうのは検討していただくのがいいのかなと思います。本当は定量的に測れるといいのかなと思いますが、ちょっとそういうことができない場合に、どういうふうに取り扱うのかというのは一部 AR の部分もあるかもしれませんけれど、なるだけそのしっかり説明できるような割引のあり方というのは望ましいんだろうと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは佐藤事務局長お願いします。菅野さんに質問させていただきたいんですけど、菅野さんっていうのがいいのかどうかわかんないですけど、このガイドライン関係のところで、相対契約で、相対契約だから見ず知らずのわけではないんですけど、確かに、完全な社内と社外というのは違うと思うと、ただちょっとお聞かせいただきたいのは、普通その相対契約してるのって、同じバランシンググループであって、相当密接な関係にそもそもあるところではないかと。で、もしそのバランシンググループってことであるならば、その制度設計上むしろその、発電課金だってそのバランシンググループの小売りにかけて、むしろそっちを徴収するっていうことだってあるかもしれなくて、この相対契約の見直しのところは、そういうなんかそのバランシンググループの同じに普通はあるっていうようなことっていうのもあんまり考えずに、こういうふうにさらっと書いてあるんですが、実際は相当密接な関係がある人たちでやってるっていうことを念頭に置いても、今までご発言されたような、それでも相当心配事があるってことかどうかってことをちょっとお知らせいただきたいということですね。はい、私どものケースで言いますと、私どもの複数の発電所で発電バランシンググループを組んでいて、で小売バランシンググループとの相対契約があるというケースなので、そういう意味で言えば同じバランシンググループに属しているというようなことではないケースの方が多いということですね。同じバランシンググループに属しているケースも電源によっては、例えば水力ですと、同じ河川の中で水力の発電所を同じ河川の中に違う会社が持っている場合は、そこについてはですね、同じバランシンググループを形成しているケースもございますけれども、火力電源です と少なくとも今は私どもは発電バランシンググループを J パワーとして持っていまして、小売の方と受電会社側の小売は小売のバランシンググループなので、バランシンググループを共にしているというケースは少なくなっております。はい、あ
ありがとうございました。それでは皆さんからのご発言も一巡したようですので、事務局から質問、それから意見に対するご説明をお願いします。はい、まず、新川委員からご質問いただいた点でございます。何を交渉の姿として期待をしているのかという点ございましたが、繰り返しにもなりますけれども、今回発電側基本料金を導入しますと、小売側の負担している託送料金は減額されますので、その分についてはもともとは送配電料金として小売が 100% 負担していたものが、これが1割程度負担が減るということになります。でその1割の負担は発電側が別途負うということになりますから、これ14日にとってはとってみれば効果は同じなんですけれども、ここの取引がどうなされるかということが大事ということで、まずはここの転嫁ということが大事というふうに考えて、今回のガイドラインの骨子案を示させていただいているということでございますと。で実際にそのいろいろな取引があり、いろいろな情報もある中で、どのように転嫁交渉ができるのかというのは、ちょっと聞いていますと複雑な面もあるのかなと感じるところも正直ございます。ただそこは事業者の皆様の声も聞きながら、ただ一つ一つ細かくこうすべきということを示せるというものではなくて、基本的な考え方としてやはりその減額相当分と増額相当分を照らし合わせてどう転嫁するかということを誠実に協議していただくという考えをよりどころとして示していくということは基本として大事なのかなとは考えております。いずれにいたしましても、今日いただいたコメントも踏まえまして、何をどのようにガイドラインに盛り込んでいくことができるのか、そしてこれは具体的にガイドライン転嫁の交渉が進む過程の中でいろいろまた課題が出てくれば、そのガイドラインを見直すということも含めまして対応はできるとしていけるのではないかとも考えておりますので、いろいろご意見もらえればと思ってございます。でこのガイドラインにつきまして、既存のものでのみならず、新規のものもというようなご意見もございましたが、そのスタート地点として既存のものを出発としてこの、ガイドライン、作っておりますけれども、誠実に転嫁の交渉をするということについては新規も同様のことかなと考えてございます。ガイドライン作るにあたりましては、その点もどう表現できるか工夫を考えてみたいと思います。あと割引に関しましていろいろご意見いただきました。特にノンファーム電源への割引の考え方、今回いただいた、ヒントもいただいたと思いますので、また議論を深めさせていただいたらと思います。ありがとうございます。はい、さまざまなご意見ご質問いただきました。でこれについては引き続き次回以降また議論を深めたいと思います。また特に異論のなかったところについては原則この案で進めることとして、また取りまとめの時にまた全体で確認することにしたいと思います。本当にいろいろなご意見ご質問ありがとうございました。それではここで一部のオブザーバーの入れ替えを行いますので、よろしくお願いいたします。いいですか。それでは次の議題、2022年度以降のインバランス料金制度について、に移りたいと思います。議題3について事務局からお願いいたします。はい、それでは、資料5についてご覧いただけますでしょうか。2ページでございますが、今回の、お題といたしましては、需給逼迫時のインバランス料金、その他競争が十分でない場合の調整力キロワット価格の規律のあり方となっております。ページめくっていただけますでしょうか。3ページは前回と同じ資料ですので、5ページ進んでいただきますと、5ページでございますが、前回需給逼迫時に講じられる各種の対策の取り扱いをどのようにインバランス料金に反映させるかについて議論を行い、電源1出し緊急確保した自家発については以下の通り整理をしたところでございます。
また卸取引市場についてはブラックアウトの発生からネットワーク機能が復旧するまでの間は一旦停止することとし、それ以外については卸電力取引市場は閉じないことと整理をしたところでございます。今回節電要請や計画停電のインバランス料金への反映方法、ブラックアウト及びその後の期間のインバランス料金やスポット市場の取り扱い等についてご議論いただきたいと思います。それではページをめくっていただきまして、7ページをご覧いただけますでしょうか。こちらインバランス料金の反映方法、節電要請電力使用制限でございますが、電力需給逼迫時には節電要請または電気事業法34条に基づく電力使用制限が設定をされます。節電要請は現在の供給力や今後の需給の見通しなどの分析や社会的影響などを考慮した上で事業者に対して任意の節電の協力を求める措置でございます。他方で電力使用制限につきましては、電気の需給制限を行わなければ、国民生活等に悪影響を及ぼすなどの恐れがある場合に、法律に基づき、需要家に対し、電気の使用量等を制限することを命じるものでございます。これらの対策は通常の統制力とは異なり、一般送配電事業者にコストを発生しませんが、社会全体にとっては大きなコストを発生させるものでございますので、節電要請や電力使用制限の実施下における不足インバランスは、社会コストのさらなる増大をもたらすものであり、そのコストをインバランス料金に反映することが適当か、検討が必要でございます。8ページご覧いただけますでしょうか。節電要請、電力使用制限のインバランス料金の反映は、自家発と同様に以下の案1というのが考えられるところではございますが、案1につきましては、節電要請や電力使用制限が実施されなかった場合には、どの程度補正料金算定インデックスが低下していたかを算定し、それを補正インバランス料金のカーブに当てはめて、インバランス料金を算定する。例えば、節電要請量を想定需要かける節電要請率かける達成見込み率などが考えられるところでございます。しかしながら、節電要請や電力使用制限などの状況において、そのように節電要請率や達成見込み率などで節電要領を算出することにつきましては、実際には困難ではないかという意見がございます。これを踏まえ、以下のように扱ってはどうかということで、案2といたしまして、節電要請や電力使用制限を一種の調整力とみなして、通常のインバランス料金カーブ、調整力の限界的キロワットアワー価格に算入をする。調整力の限界的キロワットアワー価格は、節電要請電力使用制限中の電気の希少価値を踏まえると、節電要請電力使用制限にまで至らない時の需給逼迫時の電気よりは高価であると考えられます。したがって、当面は需給要因により高騰したと考えられる過去の卸電力取引市場の最高価格を参考に、100円キロワットアワーとしてはどうかといったところでございます。9ページご覧いただけますでしょうか。それではインバランス料金に反映する節電要請等につきましては、どの範囲までを対象とするかということについてでございますが、9ページ2番目のポチにあります通り、節電要請はあくまで任意の協力を求めるものであり、またその効果を定量的に把握することは困難なため、案2のように一種の調整力として見なすことは難しいと考えられます。しかしながら、節電要請期間中は供給力として電源1出しや自家発が稼働しているケースが多いと想定され、このうち電源1出しは通常バランス料金に参入され、また自家発についても将来的には通常バランス料金に参入することを志向しております。このため、節電要請期間中は通常バランス料金を通じ、ある程度需給状況を適切に反映するものとなることが期待をされます。他方、電力使用制限につきましては法律に基づくものであり、また節電要請に比べ定量的に効果を把握しやすいとも考えられます。従いまして、インバランス料金に反映する対象といたしましては、電力使用制限のみにしてはどうかといったのということが今回のご提案でございます。10ページは参考資料ですので、11ページご覧いただけますでしょうか。計画停電の時間帯のインバランス料金につきましては、計画停電後は一種の調整力とみなして、通常のインバランス料金カーブ、調整力の限界的キロワットアワー価格に参入してはどうかということでございます。この時、調整力の限界的価格は、計画停電中は電気の価値が極めて高いことを踏まえ、補正インバランス料金の上限価格 C の価格を適用してはどうかといったことでございます。
12ページ、海外の例ということでございますが、イギリス、アイルランドでは、需給逼迫時の付加遮断などにおける需給、需要削減などの需要管理が行われておりまして、そういった際のインバランス料金は、ボル、ベースオブロースとロード、停電の価値として、特別な価格が設定をされております。13ページ、ご覧いただけますでしょうか。こちら、需給逼迫時に講じられる各種の対策の取り扱いについてということで、全体を整理しますと、このような整理になるといったところでございます。それでは、14ページ以下、ブラックアウトが発生した場合のインバランス料金及び卸電力取引市場のあり方についてご説明をいたします。15ページをご覧いただけますでしょうか。15ページ、ブラックアウト及びその後の期間のインバランス料金についてでございますが、前回、ブラックアウトの発生からネットワーク機能が復旧するまでの間については、卸電力取引市場を一旦停止することとし、それ以外については原則として卸電力取引市場は閉じないことと整理をいたしました。さらに、先週水曜日に開催をされました資源エネルギー庁の電力ガス基本政策省委員会においては以下のように整理をされまして、ブラックアウトの発生からネットワーク機能の復旧までの間については卸電力取引市場を停止をする、市場再開の基準となるネットワーク機能復旧については流通設備の損壊等により送電できない箇所を除き一般負荷の送電が完了した時点と定義する、で市場停止期間中のインバランス料金につきましては、市場停止当日は停止直前のスポット市場価格、市場停止当日以降は停止直前1週間のスポット市場価格の平均値とするといったことで整理をされてございます。2022年度以降においては調整力の限界的なキロワットアワー価格を参照するといったことも考えられるんですが、一般送配電事業者がブラックスタートや系統復旧の作業を行っている間は調整力の限界的キロワットアワーを価格をシステム上算定することは困難でないかとの指摘懸念がございます。以上を踏まえると2022年度以降のインバランス料金制度においても引き続き上記の整理を適用するのが妥当ではないかということでございます。16ページ17ページ18ページにつきましては電力ガス基本政策省委員会での資料の参考といったことになってございます。19ページをご覧いただけますでしょうか。19ページ、ブラックアウト及びその後の期間のスポット市場の取り扱いについてでございますが、前回ブラックアウトの発生からネットワーク機能の復旧までは卸電力取引市場は一旦停止することと整理をいたしましたが、スポット市場の取り扱いについてはネットワーク機能の復旧タイミングも考慮すべきではないかのご意見をいただきました。例えばネットワーク機能がスポット市場入札締め切り直後の時間帯で復旧した場合、翌日の BG 計画ではスポット市場を通じた調達が織り込めないこととなりますが、この場合ネットワーク機能の復旧が高い角度で見込めるのであれば復旧の完了を待たずにスポット市場を再開することも案としては考えられるところでございます。しかしながら BG への周知期間や計画策定に必要な時間、復旧が完了しなかった場合の BG の業務コスト負担等も考慮すると運用上は困難と考えられます。従いましてスポット市場の再開は BG への周知期間等も考慮しネットワーク期間の復旧完了よりも後とすることでどうかといったことでございます。20ページにつきましては以上のまとめということになってございます。それでは21ページ以降、需給逼迫時におけるインバランス料金の具体的な水準についてということでございます。22ページは前回資料ですので割愛させていただきまして、23ページ以下、需給逼迫の範囲についてご説明をさせていただきます。24ページにあります通り、需給逼迫時の補正インバランス料金の算定が行われる範囲である需給逼迫の範囲 A、B'B の水準について検討を行いました。25ページご覧いただけますでしょうか。25ページですが、広域機関の議論では広域的な予備率 8% 未満を需給逼迫の恐れとされておりまして、さらに 3% 程度の 3% を下回る水準になりますと政府は需給逼迫警報を発令することとされています。
以上を踏まえまして、A については 3%、B ダッシュについては 8% と設定することとしてはどうかといったことでございます。26ページご覧いただけますでしょうか。26ページ、B の水準についてでございますが、これまで電源1ダッシュが発動されたケースを見ると、広域予備率では 10% 程度以下で発動されているケースが多いところでございます。従いまして、B の水準については 10% と設定することとしてはどうかということでございます。27ページご覧いただけますでしょうか。以上、27ページ、事務局提案により需給逼迫の範囲の設定ということでいきますと、A が 3%、B ダッシュが 8%、B が 10% ということにしてはどうかということでございます。次に28ページ、29ページでございますが、縦軸の保水バランス料金の価格設定についてでございます。こちら30ページご覧いただけますでしょうか。30ページ、保水バランス料金における D の価格の設定でございますが、こちらにつきましては、確保済みの電源1ダッシュのコストのですね、キロワットアワー価格の各エリア最高価格の全国平均としてはどうかということでございます。でこの価格につきましては、直近の2019年度向け電源1ダッシュ公募結果から試算をすると、約45円キロワットアワー価格でございまして、当面はこの価格を前提に検討を進めつつ、1ダッシュの価格など市場環境等に大きな変化があった場合には必要に応じ見直しを行うこととしてはどうかということでございます。31ページご覧いただけますでしょうか。次に保水バランス料金における C の設定の検討方法ということでございますが、上限価格 C の設定につきましては、緊急的に供給力を1キロワットアワー確保するコストといたしまして、一つの方法として全国の1ダッシュのお札額を参考とすることが考えられます。直近の電源1ダッシュ公募結果から試算をしますと、1回の発動で固定費込みでコスト回収をするということでいきますと、約1900円キロワットアワー、複数回での発動での回収ということで言いますと、約600円キロワットアワーというふうになるところでございます。32ページ、33ページは参考資料ということでございますので、34ページご覧いただけますでしょうか。34ページでございますが、こちら過去実績データに基づく保水バランス料金の試算を行っておりまして、過去の需給逼迫時の実績データからインバランス料金の試算を行ってございます。具体的な試算結果とつきましては35ページをご覧いただけますでしょうか。35ページにつきましては、こちらの電源1ダッシュ発動日の各コマの保水バランス料金の試算をしておりまして、ケース1といたしましては、こちら C の上限価格については1900円キロワットアワーで設定をして試算をしてございます。この四角囲いの中がどれくらいの保水バランス料金の水準が何コマ発生しているかといったことを示しております。36ページはこちらはですね、保水バランス料金の試算のケース2ということで、 C の上限価格を600円とした場合の各コマの保水バランス料金の試算をしてございます。で37ページをご覧いただけますでしょうか。37ページでございますが、こちらのケース2につきまして、新電力小売 BG の支払いということを試算をしてございます。保線バランス料金発生コマの平均バランス料金単価は57円から242円ということになっておりますが、ここに見ていきますと、37ページの白いところのをご覧いただきますと、東京の2017年度につきましては、2018年の1月の寒い時期、玄関期におきまして、平均保水バランス料金の平均バランス料金の単価につきましては68円になるということでございまして、ちなみに現行のインバランス料金での実績値ということにつきましては34円ということになっております。その時の新電力全体の不足インバランス量につきましては 0.47 億キロワットアワーということでございますので、この時の新電力の保線バランス料金の支払い額の総額につきましては32億円という試算になっております。さらに東京の2018年度の
夏のですね、需給逼迫時ということにつきましては、補助インバランス料金発生コマの平均バランス料金につきましては242円、キロワットアワーとなっております。この時の現行インバランス料金の実績値は27円ということになっておりまして、その時の新電力の不足インバランス量につきましては 0.44 億キロワットアワーとなっております。でその時の新電力の保全バランス料金の総支払額につきましては107億円ということになる試算となっております。さらに関西の2018年度の需給逼迫時につきましては、こちら平均バランス料金単価につきましては57円、で現行の平均現行のインバランス料金の実績値といたしましては平均35円ということになっておりまして、不足インバランス量については 0.04 億キロワットアワーですので、補正インバランス料金の支払額については 2.3 億円ということになっております。でこちらの37ページの青い枠囲いのですね、2番目の丸ポチ黒ポチをご覧いただきますと、なお今回はですね、現行制度の実績に当てはめて試算をしましたが、新たなインバランス料金制度では需給逼迫時には適切にインバランス料金が上昇し、各 BG は市場等を通じてあらかじめ必要な量の電源を調達することが経済合理的となるため、インバランス量は抑制される、支払い総額は減少することが期待をされるということでございます。それでは39ページまとめでございますが、保全バランス料金における C の設定ということにつきましては、こちら今回提示した方法により試算を行いました結果、需給逼迫時の保全バランス料金が発動されるコマ数はその際の状況によって大きく変化する可能性はあるものの、電源打ち出しの発動など各エリアで年に1回程度の需給逼迫のケースにおいて多くとも100コマ程度であるといったことが分かっております。で新たなインバランス料金制度では、実需給における電気の価値をインバランス料金に反映させることで、各 BG が需給の見通しを踏まえて電源の調達など経済合理的な行動を取ることにより、系統全体のインバランス量、調整力、稼働量は抑制されることが期待されます。さらにこれが定着し、調整力の必要量が減少すれば、社会全体のコスト抑制にもつながることが期待されます。でこうした行動を可能とするためには、卸電力取引市場は可能な限り閉じないこととした上で、それ以外にも多様な電気の調達手段が確保されていることが重要でございます。この点につきましては、新たに先物市場やベースロード市場が開設をされ、時間前市場の改革の検討なども進められていることでございます。以上を踏まえると、ケース2の設定、過去の需給逼迫のケースで平均バランス料金単価57円から242円、 C の上限価格600円ということであれば、各 BG の経済合理的な行動を促す上で十分な価格シグナルとなることが期待でき、かつ諸外国の事例から見てもそれに必要な負担額も非合理的なものとはならないと考えられます。したがって当面の間 C についてはケース2の料金を設定することとしてはどうかといったことでございます。いずれにせよ、需給調整市場開設後の新たなインバランス料金制度の下でのインバランスの発生や広域エリアでの需給の見通しというのは現時点で不透明でございますので、当面はこの案を前提とするものの、今後関係機関における検討や変化があった場合には機動的に見直しを行うこととしてはどうかといったことでございます。40ページ、本日の事務局の提案をまとめると以下の通りといったことになってございます。続きまして、41ページ、需給調整市場の監視と価格規律のあり方についてでございますが、こちら42ページをご覧いただきますと、需給調整市場開設当初は旧一般電気事業者以外の発電事業者からの参加も期待されるものの、競争は限定的と予想されます。したがいまして、需給調整市場において市場支配力を有する事業者が存在する場合には、その社が合理的な入札を行うなどの一定の規律を設けるとともに、その行動を監視することが必要かと思われます。43ページご覧いただけますでしょうか。
キロワット、デルタキロワット、キロワットアワー価格を設定する際の比率のあり方ということでございますが、まあ、現在需給調整市場におきましては、三次調整力丸2以外は週間調達により週1回の入札、三次調整力丸2は前日調達による毎日入札が行われ、デルタキロワットの総費用が最小となるよう順に入札が約定されることとなっております。また調整力のキロワットアワー価格につきましては、調整力提供者が事前に登録を行うことされており、キロワットアワー価格の安い順に稼働をするといったこととなっております。44ページご覧いただけますでしょうか。調整力のデルタキロワットの入札価格及びキロワットアワー価格の登録価格につきましては、需給調整市場が十分に競争的である状況においては基本的には自由な価格設定を認めてはどうかといったことでございます。需給調整市場開設当初は旧一点以外の発電事業者からの参加も期待されるものの、競争は限定的と予想されます。ただし広域調達及び広域運用が行われ、広域エリアで競争が行える状況においては競争的と言えるのではないかといったことでございまして、マルチプライスである点で共通している時間前市場においても現在入札価格に規律は設けられてございません。またキロワットアワー価格の変更期限については基本的に自需給に近いタイミングでゲートクローズまで可能とすることとしてはどうかといったことでございます。上記の運用を基本としつつ、市場が十分に競争的でないと考えられる場合には一定の規律を設けることとしてはどうかということでございまして、今後の検討事項としましては、市場が十分に競争的でないと考えられる場合の定義などについて今後さらに検討を進めていくということにしたいと考えております。以上、資料5に対する私からの説明でございます。はい、ありがとうございました。それでは皆様からご意見賜りたいと思います。鮫島オブザーバーお願いいたします。ありがとうございます。Fパワーの鮫島と申します。新電力連絡会、というものがありまして、そこの代表ということで、本日3社呼ばれております。新電力連絡会というのは、現在20社で、構成されてまして、一部発電事業を営みつつ小売事業を中心に2000年代の初めから有志で活動してた団体でございます。制度的な課題等で意見交換したり、互いに連絡する場ということで始まっておりました。必ずしもその意見統一するためというわけではないんですが、むしろその自分たちでそういうことを意見交換するということで、対外的な活動はどちらかというと控えめだったかというふうに考えております。Fパワーは今年の今年度の事務局ということですので、今回ここに座らせていただきました。で今回、お声をかけていただいたのが先週、の金曜日の夜で、で、13日の水曜までに、3社を募ってほしいということで、なかなか、ちょっとチャレンジングだったんですが、丸紅新電力さんと、イーレクスさんが、一緒に、参加していただいております。で、ということでですね、新電力連絡会の中であまり、説明のないしは議論する場がまだ持たれてません。そうは言いながら、実は10月の24日に、新電力連絡会でこのインバランスの制度、その時点の分かっている限りでちょっと話をして、実は非常に多くの不安の声、不満というか不安ですかね、の声があったと。ということで、それは少しご報告した方がいいかなと思っております。他の、新電力の声ということで、ご理解いただけたらと思いますし、一部発電事業を営んでいる方の声です。とりあえずそのやっぱり1900円の話もありましたし、経営とか財務状況に与えるインパクトが大変大きいという意見、一般送配電事業者に生じたむしろ余剰収支というものがあるんじゃないかと。でそれはむしろ還元すべきだとか、そもそも市場の売り玉が少ない状態、普段小売事業者がたまらしする
体制その中での高額なインバランス料金という、まあ、その話になるとかなり、実は限界があるんじゃないかというような意見、発電情報を開示するJPEX さんの運営する HJKS というホームページがありますけれども、それの充実が、もっと望まれるということです。例えば、火力の供給力、これも、ちゃんと区分別に、また、個別の発電所の発電、実績も、タイムリーな形で、情報をして公表をしてほしい、3ヶ月先、より長期における、定期点検等の停止情報の精度、これもちょっとまだ低いんではないかというようなことで、健全な市場形成に向けた、積極的な、情報公開が、未だ整備されてないんではないかという声だったと思います。その他にも小売事業者や発電事業者にとっては事業リスクの不合理な増大を招き、電力システム全体としては効果よりも弊害の方がはるかに大きいのではないか、まあ、ひょっとしたら限られた情報とか偏った情報かもしれませんけれども、そういう印象をお持ちの、新電力の方もいらっしゃいます。または、自家発を含む発電事業者は、高額な不足インバランス料金の発生を恐れて保守的な送電計画を進行する心理が働いてしまうのではないか、その分小売事業者はかえって多くの市場調達を行う必要が出てくるのではないか、また、現状で需給逼迫時に多様な手段が本当に、利用できるのかと、海外事例を安直に参考とするのではなく、この言い方もちょっときついですけれども、そういう発言がありまして、その参考にするのではなく、日本の現状とこれからの電力業界をどうしたいのか、影響をよく考えて対応してほしいという、発言もありました。海外ではゲートクローズ前までにヘッジツールが充実していると、それに比べて日本の現状はいかがなのかという、そういう、言葉でした。大変、そういう意味ではその、簡単に賛同するわけにいかないような、そういう発言が大変、続いてたと思います。でこれからはちょっとエフパワーとしての意見になります。で海外を見ると確かに、高額なインバランスの上限価格を設定していることがあります。ただ普段の、電気のお値段がそれなりに、安価である、キロワットアワーあたり、2円から5円とか3円から7円と、場合によっては太陽光などで需給が緩むとマイナス10円というような価格帯で動いている中での高額の、インバランス料金というような理解です。そういった安定した日々の、価格が通常でかつ正常だと思う安心感、ないしは市場運営に対する信頼感、そういうものが欧米にはあるような気がします。日本においてまだそういった安心感や信頼感が、醸成されない中で高額なインバランスの料金の設定が議論される、まあ、そういったことで市場参加者が特に新電力の不安や不満が醸成されているような気がします。普段から価格の形成のされ方や関連する情報の開示、市場運営者の役割に公平だという安心感、信頼感があれば、もっと建設的な議論ができるのではないかと考えています。海外でもそれら市場環境が運営されている中での高額なインバランス条件価格、それを需給帯との価格シグナルとして積極的に利用していると、そういうふうに考えています。例えば日銀の政策金利や為替監視と同様に、日本の電力価格に対する、適正水準の感覚が、政策当局の方々もまた市場に参加する方々にも醸成されてくると、またそのための情報開示やマーケットの規律が守られていること、具体的なコントロールとしての手法として先物や先渡し、先々まで、取引されてですね、